俺の最初の時間跳躍は失敗だった。あまりにも遠い過去に飛んでしまった。その上レッドストリングスの力はベルペッパーだった俺には負担が大きく、一度の使用で消えてしまう。この失敗は最後まで尾を引いた。だが当時の俺はまだ挽回できると思っていた。要は吹雪とアリスのいる未来まで生き延びればいいんだと。俺はヤクモスメラギになり代わり、荒はばきの中でコールドスリープして時を待った。そこにいるのは誰だ。通しても姿が見えないが、どういうつもりだ。俺を呼んでいるというのが貴様なら姿ぐらい見せろ。ヤクモスメラギにでもなったつもりか、それとも顔を見られると不都合なのか。カレン・トラバース、お前に伝えることがある。パーソナルポートを開け。断る。だろうな。俺はそういう人間だ。俺が背後を取られるだと。さっさとパーソナルポートを開かないか、こういうことになる。なんだこの記憶は。アリスが怪異に。全て事実だ。これからお前の身に起きる。未来予知能力者か。いや、それにしては周防9号線にはアリスを生かせるな。そうすれば未来が開ける。しかしこの時代の俺は俺の言葉を信じなかった。そんな気はしていた。俺は他人を信じない。だから俺は密かに周防9号線へ向かった。俺が介入したことでこの時代のカレンの動きが変わった。もしかしたらアリスと吹雪の運命も変わったのではと期待したが、こんなところにペルペッパー研究の実験体。そうか、確か政府はこの頃怪異の研究のために断絶の帯を利用して人間由来怪異を作っていたな。なぜこんなところに子供が。まさか人間由来怪異の実験体か。そこまで予測できてなぜここにアリスを連れてきた。貴様、なぜ俺の言った通りにしなかった。ここまで全て俺が教えた通りだっただろう。この場所では流れ込む断絶の帯を利用して怪異化の実験が行われている。そしてここでアリスは怪異になってしまう。何の裏付けもなく信じることなどできるか。先ほど人間由来怪異と言ったな。なら調べたんだな。当然だ。アリスには何があってもこちらに来ないように言い含めてきた。くっ、アリスたちの様子を見に行くべきか。スカーレット・ガーディアン、助けて。ちっ、大丈夫か。何があった。ヤクモスメラギ、吹雪、なぜここに来た。アリスは突然民間人が怪異に追われて逃げてきたんだ。今アリスが護衛している。何、
歴史が変わった。まさか。アリス、アリスなのか。目標を被弾せず。回収班。どういうことだ。この時間軸ではアリスは人為的に人間由来怪異にされたのか。待て。アリスをどこへやった。答えろ。くそ、カレントラバースか。面倒だ。プラン B で行く。俺まで開花するつもりか。そうなっては手に余る。せめて開花前に。俺は俺を殺してこの時代のカレンになり変わった。吹雪にはアリスが戦死したと告げ、渡月の接触を待つことにした。だがこの時代の俺を殺したツケはすぐに回ってきた。渡月の接触前に六将士の海抜軍病院が襲われ、そこにいた渡月の逃亡者ワカラとその息子が死んだ。完全に俺の知らない歴史が動き出していた。気をつけて。断絶の帯がどんどん濃くなってる。はるか、通信が切れる前に周囲の怪異反応を教えてください。怪異反応ふっふっ、奥ダメか。兄さん、本部との連絡が完全に途絶えたよ。カレン中隊長。瀬戸正体か。何が起きたのかは分からないが、この時間軸ではカサネは海抜軍に入隊していた。俺が渡月の研究に加担しなかったために条件が変わったのかもしれない。若菜の死でレッドストリングス入手が難しくなった俺にとってカサネの存在だけが残された希望だった。断絶の帯の影響で本部との連絡がつかない。ああ、他の部隊とも連絡が取れなくなっている。まあ吹雪が怪異に遅れを取るとは思えないが。30秒後に正体不明の大型怪異が出現します。正面です。すぐに敵の攻撃が入ります。瀬戸さん。よし、現場力を借りる。最初の攻撃を無効化して反撃に移るぞ。了解。何？どうしてお前がここに。来たわね。シデン、行くわよ。ああ、任せておけ。兄さん？カレン、どうして？この怪異を殺させるわけにはいかない。どうしてアリスがここにいる？待って、誰かいる？あれは国防君。さすが切られたとの報告だ。このままだと制御不能になるぞ。どうする？まさか怪異兵器として実戦投入されたのか。カレン、来るぞ。兄さん、どうして反撃しないの。
サメちゃん危ない。お姉ちゃん。まずい。しろ。無理だ。うちの正体の連中を逃がさなければならないだろう。ルカ、気絶してる連中を運んでくれ。カレン、カサネを頼む。俺がこいつを食い止める。ダメだ、やめろ。カサネの感情が揺れている。セトもカサネのレッドストリングス発動に影響を与えられるのか。兄さん、何をしてるの？ルカ、また後でな。今度こそ近い過去に戻る。そのつもりでカサネの力を食った。だが俺が飛んだのはまたヤクモ・スメラギの生きている時代だった。俺は再びヤクモ・スメラギになり変わった。だが過去の世界に歪化剤はない。2回のやり直しで経過した時間は俺の体をすっかり老化させた。コールドスリープで未来に追いついた時にすでに力が衰えていた。そこにいるのは誰だ？通しても姿が見えないが、どういうつもりだ？俺を呼んでいるというのが貴様なら姿ぐらい見せろ。お前は誰だ？カレン・トラバースだ。ふざけるな。ふざけてなどいない。時間跳躍能力を食って過去に飛び、ヤクモ・スメラギになり変わり、コールドスリープしてお前を待っていた。バカバカしい。そんな話を信じられると？そう、俺なら信じない。だからこの荒はばきに俺の記憶のすべてを預けた。俺の人生のすべてをな。最初の時は強引に記憶を送り込んだ。だがそれでは俺は俺から与えた記憶を信用しない。だから全てを見せ、どうせ
俺の命も、もうすぐ尽きるからな。なんだ、これは。アリスがなぜ会議に。パーソナルポートを開いた。真相意識まで、すべてだ。俺を通じて、荒はばきから記憶を読み取れ。その体でサスをつなげば本当に死ぬぞ。吹雪とアリスを救うためなら、こんなゴミクズの命など構うものか。いいだろう。あの時のルカでもない。では、また違う時間軸のルカか。